こんにちは、スタッフの青木です。今回は MSU23 年秋冬のアイテムが届きましたので、早速紹介していきたいと思います。はい、ではまずはじめにこちらのベルベットパファージャケットを着用しております。全体このような感じです。はい、サイズは48で、お色はピンクになっております。近くで見るとこういった形になってます。まあ、このベロアのちょっと機能感があるような形。あとはやっぱり、サイズ感、身幅、肩幅しっかりありつつ、かなり下着が短いような形。かつダウンなのでこのボリューム感もあって、まあ、本当に今っぽいような形、シルエットになってるんじゃないかなと思ってます。で、前の方のジップなので締めていただくと、こういった形になってます。まあ、本当1枚ちゃんとしっかりアウターとして着用していただけるような一着になってるんじゃないかなと思っております。であとはこちらの方、袖が外れるような仕様になってて、こちらジップがついているので、後ほど、ベストの状態でまた、紹介したいと思います。はい、袖を抜けてベスト状態にしております。で、全体このような感じです。はい、まあ、時期によって袖つけてもらったり、気分によって変えていただくので、まあ、かなりお袖です。本当に個人的に結構ベスト状態もかなり好きです。で、一応このフロントじゃなくてちょっと結構横の方にジップ付きの、ポケットもございます。こういった形の両方で、あとはこの裏の方にもしっかりジップでこう入れていただけるようなポケットが両方左右についてます。まあ、結構コンチナーっていうメインぐらいのパウダーで、ショーなんかショーだったりルックとかでも活用使用されてたようなアイテムなので、ぜひ気になっていた方は実際に見に来ていただけたら嬉しいです。で、こちらお値段の方が10万円のプラスタックスです。続いてこちらマリアージュワイドトラウザーズになっております。全体このような感じです。はい、サイズは46、お色はシャイニーブラックを着用しております。近く見るとこういった形です。まずディテール的にはこうシャツがレイヤードされているような形になってます。パンツに、でまずこのボディじゃないですけど、パンツの方が、生地がコットンナイロン、すみません、コットンポリでできてます。で、ちょっとツリートっぽいような、すごい光沢感のある、お色の名前通りシャイニーブラックというような形のこの表情になってます。例えば光の当たる位置だったり見え方で、ちょっとこうミラーっぽいようなお色表情になってるような形のパンツになってます。で、上からこうシャツがレイヤードされてる形になってます。で、こちらの方が一応ジップラの素材で、本当に手を取れの形になってます。こういった形で、まあ、袖っぽいような部分にボタン、くるみっぽいようなボタン、一応3分割されているような形で、うまいこの袖部分こうやって結んでいただいて着用していただいてもいいですし、あとはこうここと、あとはこう後ろの2つになってます。なので、まあ、好きな位置でこう結んでいただいてもいいような形になってます。で、あとは前1つ結んだ時にこの横にもしっかりポケットがついているような形になってます。ここにはもう3つボタンがついててっていうふうな形のパンツです。で、まあ、今期のテーマのようにいろいろなものをミックスさせて、着ていただきたいというふうなパンツ、ね、一つで、まあ、シャツと、まあレイヤードが楽しんでいただけるような、本当にテーマ通りのアイテムになっているかなと思います。で、サイズ感は僕が175-60で、本当に結構ぴったりぐらいのサイズ感になっています。形はストレートなので全然立ち回ししていただいてもいいですし、ウエストなんかも気にせず問題なく、着用していただけるかなというふうに思っております。こちらの方がお値段8万円のプラスタックスです。はい、続いてラストになってます。こちらのエレクトリカルナローベルトになってます。はい、今僕が着用しております、こういった形になってます。色はブラックで、サイズはワンサイズになってます。素材は牛革でできてて、その上からこうちょっと電気っぽいような、ちょっと近未来チックな形のプリントが施されているようなベルトになってます。アイテム名にもあるようにそのナローということで、結構細いベルトなので、そのループが結構細いパンツとかでも全然着用していただけるような形になってます。あとはこのボタンホール、この穴を通すとこなんですけど、結構なかなか僕がベルト買う中で合わないことが多いんですけど、これは自分のウエストにも合いましたし、結構広めに多分サイズ設定されているので、いろんな方穴を開けずに着用していただけるようなベルトなのかなというふうにも思ってます。で、バックルはこういった形でちょっと高級感のあるような上品な形のバックルになってます。はい、まあ、同じような形でこういったプリント施されているコートなんかも多分一緒に出てたと思うんですけど、そちらのベルトバージョンっぽいようなイメージで、見ていただければなというふうに思っています。で、こちらの方がお値段21,000円のプラスタックスです。以上で紹介を終わりたいと思います。今回ご紹介したアイテムは全てオンラインサイトの方に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。またインスタグラムのフォロー、 YouTube のチャンネル登録、高評価の方もどうぞよろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。